どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろんな曲に挑戦してみましょう。はい、もう2016年もそろそろ終わりに近づいてきておりますけれどもですね、やっぱりですね、最後の方では日本を代表するロックバンドの曲をドーンとカバーしようと思います。サザンオールスターズの希望の轍をウクレレでやってみようと思います。しかもですね、ガズレレですから超簡単にアレンジしておりますよ。コードの個数は、コード結構種類は多いですけど簡単にしてます。で、あのですね、2つほど難関コードがあるんですけど、もう本当に目が飛び出すぐらい簡単にアレンジしてますので、ぜひ初心者の方もこの年末年始お正月の時間を利用してウクレレを弾きまくって、この曲をものにしていただけたらいいかななんて思います。希望があるかななんて思います。希望の私だけにですね。はい、そしてですね、私にもウクレレできるかしらとか、ガズレレって他にどんな曲やってんのかなっていう興味ある方、こちらをクリックしてみてください。ピッ。ここにはですね、初心者の方がどうやって始めたらいいかとか、聴き方とか、レッスンが始めて、で、各ジャンルごと、洋楽だとか、昭和の名曲とか、J-POP だとか、そういうの分かれた項目別にですね、200曲以上の、レッスン動画、ウクレレの簡単アレンジバージョンが上がってますんで、ぜひこちらをご覧になってくださいね。それではですね、曲のデモ演奏の方に入っていこうと思うんですけど、レッスンの方に。いつもなんですけどね、簡単バージョンとちょっと難しいバージョン、2パターンいつもやってるんですよ。で、簡単バージョンの方は初心者の人もできるように、右手も簡単に、後半は本当ノリノリな感じでやるんですけどね。まあ最初は簡単バージョンからやってみます。途中でコードの解説やらいろいろ技の解説も入れてきますんで、ご覧くださいませ。じゃあ演奏からいきます。ワンツースリーフォー。こんな雰囲気ですね。はい。歌入ります。やってみました。はい、それではですね、はい、楽譜を公開します。こうやって上げてきますんで、メモれるかな。字が汚いのが私の特徴ですからね。はい、いいですか。はい、まず前奏を2回回してイントロ、はい、書いてありますね。はい、はい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 、どうですか。一時停止しながらメモるのがいいかな。まあこんな感じです。ここがさっき説明した難しいところね。はい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 、楽譜もこうあって、どんどんこのように書き出すのがいいと思いますね。私は4ブロックに分かれといて、言葉をそのコードが変わるタイミングのところにまたがしてやると自分で分かりやすくなります。もう一回じゃあスルーっといきましょうか。ほい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 、おお、こんな感じです。はい、 Gonna run for today ですからね。はいはい、じゃあこれ参考にしてください。楽譜ノートに書き出すのがポイントになります。とね、コードの解説をしたいと思います。コードね、数は多いんですけど、便利にブロック分けしました。じゃあ行きますよ。はい、まず
Am-Fd7Dm、 この四角囲ってるのご注目くださいね。これがまず1個のグループです。はい、次 G7E7Em7、 これもあのくくってますね、青くね。これも1個のグループ。 C と A7、 これも1個のグループ。実はあと2個あるんですけど、これはちょっと後で解説しますね。まずなんでこうグループが分かれてるか、これ解説しましょうか。 Am でしょ、 FD7Dm、 これですね、見てください、4弦の2フレット、つまり Am のところ全部のコードが抑えられてるんですね、ここ、ほら。なので私はこういう頭の整理をするためにですね、あのコードを兄弟分みたいに捉えるとね、ものすごく簡単になってくるんで、頭の整理がねつきやすいってやつですね。ちょっとやってみましょうか。 Am と F、 まず Am と F を見てみましょう。 Am ってここ1個だけなのね、ここ1個。 F っていうのは Am に1個足すって考えるといいんですよ。だから F ってこう斜めじゃないですか、こことここ2個押さえるのが F、 Am、F だから親戚ですね。その次何が出てくるかというとですね、はい、見てください。 Am、F の次は D7 が出てきました。 D7 っていうのはですね、よく見てくださいね、ここの F のところが1個ずれてここに移動してるけど、こうですね、ここなんです。要は Am を押さえて2弦の2フレットを押さえたら D7 になります。 Am を押さえて2弦の1フレットを押さえたら F になります。つまり F と D7 も1個違いのね、親戚関係ということになりますよね。はい、それで続きましてね、一番下に出てきた今度はこれ Dm です。 Dm、 Dm は今度は逆に Am を押さえたら F に1個足して、今度は F に1個足すんです。ここ3弦の2フレットを足すと Dm になります。こういう感じですね。はいはいはい、 F に、 F はこう2つでしょ、ここに3弦の2フレット、これが Dm。 これね、どうです、 Am グループというかですね、 Am グループで1個に囲っちゃうんです。そうすると覚えやすい。はい、次の真ん中のグループは、これ私がよく言ってるね、コードの3兄弟です。 G7E7Em7、 これはもう覚えてくださいね。 G7 はね、一番最初に覚える入門コードだから長男、次これがずれるから E7 次男ですね。 Em7 は1個指がなくなって下っ端だから Em7 下っ端っていうのかな、いきます。 G7 でしょ、 E7 でしょ、 Em7、 はい、この3兄弟覚えておいてください。C と A7 はね、別にグループってわけじゃないですけど、ただの一本指だから簡単グループかなと思って、 C はここ、A7 はここです。はい。今日の、ね、キーポイントとなるコードが出てきます。どこかというとね、振り返るたびに、野原のようなベイビーラブのところに出てくるんですけどね、見てください。まずじゃあこちらをご覧ください。A フラット。はい。A フラット、G シャープとも言います。A フラットと A シャープ、ここがこのキーボードの形で出てくるこのマジックというかですね、ここのコード感がすごくね、やっぱ一般の曲とあのサザンの楽曲のこう線引きがあるというか、かっこいいんですよ。なんだけどもこれ見てください、難しいんです。 A フラットはですね、3フレット人差し指で全部制覇バレーしてちょんちょんと押さえる形です。 A フラット普通のやつやってみましょうか。ここを3フレット全部押さえて、ここを軸に F を押さえる感じですね。F を押さえる感じ。こう、こう、こう、こういう感じ。ここに全部押さえて、こことここ。これいつも言ってるんですけど、パッとやるにはなかなか初心者の人難しいです。1対1でグッと押さえて、引っ張り込む力を使いながら、ギュッと押さえながらこれを押す。で、片やもう一個。あれ？どこ行った？どこ行った？あったあったあった。この下に出てくる A シャープ。これも皆さん、たまに出てくる難関コードでしょ？A シャープっていうのはですね、1弦の1フレット、2弦の1フレット、こことここと押さえてちょいちょいってこうやるんですね。こういう風に押さえるのもいいし、全部1フレット押さえてこうやってやるのもいいんですけど、とにかくでもこれで結構つまずいちゃう方が多いっていう情報があります。ギターでいう F コードみたいなもんですね。あの、難関コードですね。そしたらどうしよう？私、考えました。まずですね、A フラットはですね、こうです。見てください。いわゆる普通の G を1個上にずらす感じですね。そうするといい響きになりました。普通の G ってこうやって押さえるんです。こことこことここですね、普通の G。 これを1個ずらす、こうです。4弦も弾いちゃうんです。なんとなくいい響きでしょ。あえてこれコードネームなんか正確にあると思うんですけど、私ね、あの音楽知識ゼロで全然わかんないんで、響き重視です。これを今のこの響きをですね、はい、 A フラットの響きをですね、要はここのここを消しちゃったんですね。ここを押さえないぞっていう風に考えてください。そうすると今の形になります。わかります。もう一回やります。1弦の3フレット、2弦の4フレット、3弦の3フレットですね。こういう風に押さえます。
4弦も0フレット押さえる、これですね。でその次 A シャープ、本来はこうだったんですけど、この形のままですね、この形のまま1個2個ずらしてください。5フレット6フレット5フレット、1弦の5フレット2弦の6フレット3弦の5フレットを押さえます。要は帰りだけでのバラのようなベイビーだ、こういう響きにしました。つまりこの開放弦の4弦の音を響かせたまんま、これでやってるっていうアイデアを思いつつ、これ簡単でしょう。コードネームは正確にはなんかいろいろ難しい名前がつくと思うんですけど、よくわかんないんで私は簡単版ってことにしました。よく見てくださいね。3フレットのところでここの2つ押さえる、今度は5フレットのところで押さえる。なんでこれがガズレレ流です。でこういうコードはね、すごく難しいなと思ったら、なんか自分で適当に当ててみて、もうなんか気持ち悪くなければもういいですよ。すごく難しいのはね、ちょっとやる気をそがれますからね。でやってみたら案外この響きがすごくいいんで、お気に入りになっちゃいました。なんか切ない、ここすごいかっこいいなと。ここがまあガズレレ流なので、気楽にやる ガズレウクレレね。歌中心ですから、やっぱり歌はごまかせないですけどね。伴奏はもう、まあ、ごまかすって言っちゃなんですけど、まあ、簡単にした方がその分歌に心が込められるぞということですね。はい、そんな感じで、じゃあ次は8ビートを織り交ぜながらかっこいいバージョンでちょっとやってみようと思います。ではチャ、8ビートのチャ中心にやってみようと思います。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ペン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 、夢を希望の私、かっこいいバージョンでやってみました。どうですか8ビートのチャ、ここにリンクを一応貼っときますけど、これでドラムのパーカッション、ドンパーンドンパーンという感じのね、パーンのところにチャッと入る と、ドラムのリズムパターンが感じられるね、ビートになると思います。かっこいいところはね、恋心なぜに切なくのかね、恋心なぜにせたんつったたんぱたんつったこの決めですね。ダンパンパンツパンツパ、このサビ前のここの決めと、こういうパンツタタンパパンツタタンパ、ここら辺がリズムが面白いところ。弾けたとしても歌と一緒にやるとなかなかね難しいですから、こういうのはですね、もう正月こたつに入ってみかん食いながら日本酒飲みながらしっかり練習してください。はい、希望の私です。希望を持てばできるようになると思います。まあでも簡単バージョンでね、気持ちよく歌えればそれで十分ですからね、いつも言ってますけれども。はい、そんな感じでですね、まあ今年も本当1年間も動画アップロードしまくり、ね、ガズレレウクレレ教室を東京飛び出しまして京都や九州まで行っちゃったりなんかしてね、もうなんか大騒ぎになってきましたけど、来年もさらにどん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 面白いことがウクレレで広がってまたつながっていきますように祈っております。今年1年どうもありがとうございました。ってまだ時間あったらもう1本ぐらいあげるかな。まあまあ
その辺はあまり決めつけないようにしておきました。もしかしたら最後かもしれないし、まあまあ今年はいろいろ本当にありがとうございました。勝手にガズレレピ、勝手にガズレレというグループがあなたの街の近所にもあるかもしれません。もしなかったら、ね、立ち上げてください。そして仲間を増やしてみんなでワイワイやると本当楽しいんでね、まあウクレレがいっぱい弾ける、日本っていう、日本人ってみんなウクレレ弾くのみたいな感じになっていくとね、まあいい、いいんじゃないかななんて思ってますんで、いろいろウクレレみんなでご紹介し合って弾きましょう。はい、いろいろやってますがよろしくお願いします。ガズレレでした。さようなら、バイバイ。